日常演舞の食うたにようこそ。さて本日の演舞はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらファミリーマートのバター香る焼きチーズタルトです。ファミマのチーズタルトは何度か食べたことあるんですけど、バターが香るっていうのは初めての気がします。どんな話を、バターもチーズも乳製品ですけどね、どこみたいな感じになってます。もう確かに豊富なバターの香りがしていますね。で、タルト生地は固めかな、それとも。ではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。自分好みの固めでサクサクとしたタルト生地を噛むと、そこからバターの香りがブワッと広がってきましたね。まあその分チーズが若干弱いかなと思うような部分もあるんですが、クリームのねっとり感はしっかり感じることができました。今まで食べていたタルトチーズタルトの中で一番これが美味しかったですね。というわけでこちらも点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントさ。お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。